蜜蜂族に属する昆虫の一群で、花の蜜を加工して、巣に蓄え、蜂蜜とすることで知られている。原生種は世界に9種が知られ、特に西洋蜜蜂は、全世界で養蜂に用いられており24の亜種が知られている。メディアを再生する、西洋蜜蜂の飛翔の40倍高速度撮影日本では、日本蜜蜂、 西洋蜜チの2種が飼育され蜜の採取が行われている。また、作物の受粉にも広く用いられるが、トマトやピーマンなどのナス科の火災類は蜜を出さず特殊な振動サイコナを行うため蜜チではなく丸花鉢が使われる。西洋蜜チの養蜂においては規格化された巣箱を用いて大規模な採蜜が行われる一方、 日本蜜チの場合は一部の養蜂家が、ハニカム人構想を用いた養蜂を行っているが、多くは野生集団を捕獲して飼育し、採蜜の際は巣を破壊して絞り取るという伝統的な手法が主であり、蜂蜜の流通量も少ない。日本では2012年6月に養蜂振興法が改正され、原則としてバチを飼育する場合には、 都道府県知事への飼育届の提出が必要となった。ミツバチ属アピスは、原生種では、コミツバチア族、マイクロピス、オオミツバチア族、メガピス、および、ミツバチア族アピスの3ア族、合計9種に分類される。そのいずれもが、新社会性の昆虫で、餌に、ミツや花粉を集める。コミツバチア族および、オオミツバチア族の種は、 開放空間に映像しその相板は一枚である。蜜蜂屋族では、軌道のような閉鎖空間に映像し、複数の相板を作る。小蜜蜂の働き蜂小蜜蜂屋族には次の二種が属し、その体の大きさは蜜蜂族中で最も小さく、現生種のうちで最も祖先的な群である。大蜜蜂屋族には次の二種が属し、体の大きさは 蜜チ属中で最も大きい。大蜜チには、元亜種の他に2亜種が知られている。蜜チ属3種の比較。左から、東洋蜜蜂、西洋蜜蜂、大ミツ蜜チ屋族には次の5種が属している。西洋蜜チと東洋バチの講師の死脈の比較原生種の、系統関係蜜チ属原生種の系統関係については、 働き蜂の形態形質やミトコンドリアあるいは、核 DNA の塩基配列の解析から、そのいずれにおいても、比較的類似した結果が示されている。コミツバチア族、オオミツバチア族、ミツバチア族のいずれも単系統群で、コミツバチア族が最も規模で分岐し、オオミツバチア族とミツバチア族は、姉妹群の関係にある。ミツバチア族の中では、西洋ミツバチと、 サバミツバチがそれぞれ分岐し、残った東洋ミツバチ、キナバルヤマミツバチ、クロービミツバチが、クレードを形成する。コミツバチア族とオオミツバチア族が、いずれも、開放空間に一枚相板を作ることから、この修正が、ミツバチ族の共有原始形質であり、ミツバチア族の閉鎖空間に、複数相板を作る形質は、派生形質であると考えられている。 化石種は1976年に17種が記録されたが、2005年に3ア族8種に整理された。その後アメリカ合衆国ネバダ州で発見された、中心与中期の化石が蜜蜂族のものであることが2009年に発表され、アピスニアクティカと命名された。これは新世界で初めて発見された蜜蜂族の化石となった。昔ミツバチア族。 カスケーピスは次の一種とされていたが、2009年に一種、追加され二種となった。アケボノミツバチア族シナッピーは次の六種となっている。オオミツバチア族メガピス新世代の女王バチの羽化を、目前とした巣では、軍の分割が起こり、旧世代の女王バチは働きバチを引き連れ巣を出て、新しい巣を探しに出る。この際、旧世代の女王バチを守って、働きバチが、 塊のようになる、分法氷球を作る。蜜チの働き蜂は受精卵から発生する二倍体で、ありすべてメスである。通常メスの幼虫は主に花粉と蜂蜜を食べて、育ち働き鉢となるが、働き蜂の頭部から分泌される、ローヤルゼリーのみで育てられたメスは、交尾産卵能力を有する女王蜂となる。オスは、未受精卵から発生する一倍体であるが、 巣の中では働き蜂に餌をもらう以外、特に何もしない。働き蜂に比べて体が大きく、働き蜂や女王蜂よりも、副眼と単眼が非常に発達していることが外見上の特徴である。オスは女王蜂と交尾するため、晴天の日を選んで外に飛び立つ。オバチは空中を集団で飛行し、その群れの中へ女王蜂が飛び込んできて交尾を行う。 オスバチは交尾のための射精後に速やかに死亡し、新庄王八はこの死体をぶら下げて、しばらく飛翔するが、やがて交尾器がちぎれて、オスバチの死体は落下する。新庄王八は体内に残った交尾器を排除して再びオスバチの群れに向かい交尾を行う。この配偶行動が幾度か繰り返されて、新庄王八の体内に、 一生の間で使用されるだけの精子が蓄えられると、巣に帰還し、産卵を開始する。アリカやスズメバチ科の社会性昆虫の多くで生涯、交尾回数が一度だけで一個体のオスとしか、交尾しないのと交代症である。交尾できなかったオスも巣に戻るが、繁殖期が終わると働きバチに巣を追い出される通して、死に耐える。 毒物への耐性は弱く、症状がへの半分程度という。西洋蜜蜂の成虫の寿命は、女王蜂が1から3年、働き蜂が最盛期で15から38日、中間期は30から60日、腰陶期が140日、オス蜂は21から32日である。受精卵からは、メスが生まれるが、卵が受精せずに発生した場合は、オスとして生まれる。 オスは、メスの半分の染色体数を持ち、それは全て母親に由来する。このためオスは、母親の持つ遺伝情報の半分を受け継ぎ、メスは、母親の持つ遺伝情報の半分と半数体の、父親の遺伝情報全てを受け継ぐことになる。コスモスの蜜を採集中のミツバチミツバチは、蜜源を見つけると、室内の垂直な装板の上でダンスを行い、仲間に、 密源の方向と距離を伝える。これは本能行動の例としてたびたび使われる。蜜蜂のダンスは、密源の場所という具体的な情報をダンスという抽象的な情報に変換して伝達が行われるため、記号的コミュニケーションであると考えられている。蜜蜂のダンスコミュニケーションを発見したカール・フォン・フリッシュは高次なコミュニケーション能力が、 昆虫にもあるという発見が評価され、ニコティンバーゲン、トンラート・ローレンツと共に1973年にノーベル生理学、医学賞を受賞した。密言が近い場合には、体を振りながら、左右に交互に円形を描く、円形ダンスを行う。密言が遠い場合は、尻を振りながら、直進から右回りして、元の位置へ引く尻を振りながら、 直進から左回りして、元の位置へという、いわゆる、八の、アザダンスを繰り返す。この時尻を振りながら直進する角度が太陽と、密弦のなす角度を示しており、真上が太陽を示す。つまり、相番上で、右手水平方向に向かって尻を振るような八の字を、描いた場合、太陽を、左90度に見ながら飛べという合図になる。また、 ダンスの時の尻を振る速度が密源までの距離を表す。すなわち尻振りの速度が大きい時は、密源までの距離が近く、速度が低い時には、距離が遠い。カフニや水の採集、分法時の新たな巣の場所決定に際しても、同様のダンスによるコミュニケーションが行われる。蜜を持ち帰った働き鉢は、貯蔵係の鉢に蜜を渡すが、その時、貯蔵係は、 糖度の高い蜜を優先して受け取り、糖度の低い蜜を持った蜂は待たされる。このことによって、より良い蜜源へ働き蜂を集中的に動員できる。日本の坂上小一のグループによる蜜蜂の巣の社会性行動研究は世界的にも有名で、坂上の著作は e o ウィルソンの社会生物学にも非常に多く引用されている。 蜂の巣自然の状態では、蜜蜂の巣は、相板と呼ばれる、遠直方向に伸びる、平面上の構造のみからなる。蜜蜂が利用した空間の形状によっては、相板が傾いていることもある。相板の数は、蜜蜂の種によって異なる。養蜂に用いる日本蜜蜂や西洋蜜蜂,蜂は、複数枚の相板を形成し、自然の状態でも10枚以上に上ることがある。 小蜜鉢などは相板を一枚しか作らないため、養蜂には向かない。蜜蜂は相板を防御する。構造物を自ら作り出すことはせず家屋の隙間や床下、木のうろなど、もともと存在する外壁を利用する。都市部では相板が剥き出しになった巣も存在する。相板は中空の六角柱が平面上に数千個接続した構造である。このような構造を ハニカム構造と呼ぶ。強度に優れ、材料が最小で済むという特徴がある。六角中は、厚さ約0 1ト、mm、ルの壁でできており、奥行きは10から1 5ト、mm、ルある。底部は三角水である。相番の材料は、蜜蜂の腹部にある、老線から分泌された蜜漏である。幼虫を育てるために使用する。 穴の奥行きは10から15ミリメートルであるが、蜜を貯蔵するために使用する穴の奥行きは、ばらつきが大きく20ミリメートル程度になる場合もある。蜜蜂の天敵としてアジアだけに生息するオオスズメバチがいるが、アジアで進化した東洋蜜蜂は、オオスズメバチへの対抗手段を獲得した。巣の中に侵入したスズメバチを、 大勢のミツバチが取り囲み、宝球と呼ばれる塊を作り、飛翔筋を激しく震わせることによって、内部の温度を上昇させ、スズメバチを蒸し殺す。宝球形成後、およそ5分で、内部は最高温度の平均摂取46度、CO2 濃度4%、相対湿度90%に達し、大スズメバチは10分以内で熱死した。 50%の個体が死ぬ、致死温度50トルコリラを調べたところ、オオスズメバチでは、待機条件で摂氏47.5度であったが、放球内に近い CO2 濃度3.7%では、摂氏45.4度と摂氏2度ほど、低くなり、相対湿度90%の混合気体では、摂氏44度と、さらに摂氏1度の低下が観測されている。 蜜蜂の運動により、温度、CO2 濃度、湿度が高まり、酸素欠乏ではなく体表の気化熱で冷やすことができなくなり、高温により死んだと考えられる。一方で、蜜蜂の10分間の致死温度50トルコリラは、放球内と同等の CO2 濃度でもほぼ変わらず、摂氏50度以上であり、このため蜜蜂が、放球の熱で死ぬことはない。ただし、 放球を一度経験した個体の寿命を追跡調査した結果、余命が1、4ほどに短くなることが報告されている。また、放球経験済みの個体は次に放球を形成する。際、帰り家に会いやすく危険な放球の中心部に集中することが観測された。西洋ミツバチは、大群でモンスズメバチの腹の周りを圧迫し、呼吸を不可能にして約1時間かけて、 窒息死させるという対抗手段を持っているケースが報告された。これをアスフィクシアボリングと呼ぶ。また、従来、西洋ミツバチは放球を作らないと考えられていたが、2.3回、スズメバチを提示すると、放球を形成することが実験で確認された。東洋ミツバチと西洋ミツバチの共通祖先がすでに放球行動をしていた可能性がある。 古くから使われていた日本蜜蜂に比べより多くの蜜を採集する西洋蜜蜂が1877年に導入された。西洋蜜蜂は繁殖力も旺盛なことから野生化し、日本蜜蜂を駆逐してしまうのではないかと懸念された。実際に北米では養蜂のために導入した後野生化している。しかし、 日本では現在まで一部の地域を除いて野生化は確認されていない。これは天敵オオスズメバチの存在によると考えられている。西洋ミツバチの窒息スクラムは、モンスズメバチ以下の小型種しか対応できず、大型で体力があるオオスズメバチの襲撃を受けると、容易に巣を全滅させられるためと説明される。一方、近年になって都市部で、 野生のニホンミツバチの観測が増える傾向にある。住宅街はもちろん自動車の排気ガスや鉄道の騒音にさらされるような都心部に巣作りしていることも多々ある。都心部では天敵のスズメバチが人間によって駆除されるため山間部より比較的安全であるからと推測されている。巣に寄生し巣の機材を食べる蜂の巣釣りが ノゼマ病を引き起こすミツ蜜蜂微シム虫、バロア病を引き起こすミツバチヘギタダニ、アカリンダニウを引き起こすアカリンダニ、ミツバチトゲダニウを引き起こすミツバチトゲダニ、トロッポララプスクレアリー、ケーニガーバチトゲダニ、幼虫が蜜や花粉を食べ、排泄物により巣を崩壊させる蜂のクゲケシキスイ、などが報告されている。蜂の巣つりが幼虫が巣を食害する。 蜂のすつずりが直接蜜蜂,蜂を襲うわけではないが、養蜂家から、スムシと呼ばれ、嫌われる。蜂のすつずりが等のガの幼虫は、老を原料とした巣を食べて成長する。多くのスムシに寄生された巣の方群は投挙することも、ある。大蜜蜂,蜂でも蜂のすつずりがの食害があるが、ヒマラヤ大蜜蜂,蜂では知られていない。小バチでも、同様に蜂のすつりガの食害を受け、これが、 宝軍の投挙の原因となっている。アカリンダニアカリンダニは、日本の届け出伝染病に指定され、蜜蜂生中の期間内に寄生して、体液を吸収するダニ。寄生された、西洋蜜蜂群では、歳時能力、育児能力の低下を引き起こし、冬季に軍が崩壊することが知られている。現在、西洋蜜蜂の宝軍が、 アメリカ合衆国をはじめ世界的に激減しつつあり、法軍崩壊症候群と呼ばれる。原因としては特定のダニ、病原体、電磁波、ネオニコチノイド系農薬、長距離磯による、ストレス、陶器に餌として与えられる、異性化等、果ては、地球温暖化が疑われているがはっきりとはしていない。人間は、主にカキのものを、蜜蜂の生活感から得て、 利用をしている。蜜郎プロポリスビーポーレンを運ぶ西洋ミツバチありがとうございます。